おはようございます。こんばんはです。もうすっかり春ですね。この季節本当に最高ですよね。まあ、少し、まあ、動けば汗ばみますけども、非常に気持ちいい季節がやってきました。前に、先を楽しみでお届けした通り、まあ、今週末ですね、休みをいただいて、まあ、自然に触れたいなと思っています。と言ってもソロキャンプをするんではなしに、まあ、川を見てとか、まあ、山を見て、そして美味しい空気を吸って、まあ、美味しい食べ物を、食べに行く、ちょっとまあ車で距離ありますけども、そういう、まあ、都会とは全く違う、雰囲気を味わいたいなとちょっと予定しています。で、こちらその蒸気をですね、描くために、ちょっとこのパーカーアラベスク、非常に美しいですよね。こちらのペンはですね、もう長く長く愛用していて、もちろん一番の印象は、私が若い頃働いていたボス、社長さんですね。その方が、まあ、愛用していて、そのスケッチする姿がですね、非常に脳裏に焼き付いています。なのでこちらのペンはですね、本当に持っただけで仕事に戻ります。でこちらとですね、久々に登場のノートはこちらラコニックですね。それ結構まあ大きいサイズで私は通用を使ってるんですが、まあ、もちろん小さい、一回り小さいサイズもあります。こちらはですね、このように、まあ、ノートをマグネットで挟み込んで、まあ、使用するということですね。私はこの、ハードカバーでこのカチッと感が非常に好きなので、もうずっと愛用していて、例えばそのコンセプトとかシナリオを考えるとき、またはアイデアスケッチを作る、そして、まあ、よく使うのが、まあ、現場ですね。まあ、幻聴したり、その場で打ち合わせるときには必ずこれを持ってきます。ちょっとこちらとこれで楽しんでみましょうか。では、スタート。こちらのいいとこは、まあ、こういうソファー席、まあ、カフェ最近ありますよね。そういうところもこうポーンと置いて、まあ、ペンをちょっとセットして前を美しく、ね、ちょっとこういう様子を見たり、まあ、カフェを飲んだりするのが非常に心地よい関係性かなと思います。でそういう時に、まあ、安価なペンではなしにこういう、まあ、きちんとしたペンがあるとですね、本当に大切に使おうかな、大切にこれから時を過ごそうかなと、感じる。で、まあ、何か、仕事を始める、まあ、膝に置いてもできますし、開いてですね、まあ、このような、これもノートもですね、横使いがほとんどです、まあ、ほとんど幻聴とかアイデアスケッチ等で使いこなしています。こちらまず結構なくなってますね。予備にですね、ストックでもう一冊購入していますので、そういう分でも安心かなと思います。で膝に置いてこう、まあ、眺めながら、スケッチしたり、何かちょっといいアイデアとかあるかな、ちょっと端っこに書いてみたりしています。まあ、開くとこういう横の紙面なので、もう本当にこのぐらいのサイズ感はですね、まあ、私にとっては自由に描けて、何か、シナリオを考えるときにはちょうどいい、まあ、サイズ感ですね。まあ、紙面の大きさはこれ今 A4 サイズですね。で見開くと A3 サイズという形ですね。なので、こうしてこのノートはですね、このような感じでここでマグネットでホールドしています。で時にはですね、この状態が A3 サイズですので、資料 A3 をいただくとここに入るんですね。なので、いただいた資料もきちっと、持って帰れるってことがいいですよね。そして
マグネットで押さえて、こういう感じですね。この表紙もいいですよね。私大好きなんですよね。ざっくり書いてるのを見ると、まあ、こうしてまとめたりスケッチしたりしています。でほとんどスケッチと、まあ、こういう幻聴ですね、現場に行って寸法を測ったり、たりしています。そして全部この紙面は横使いですね、うん、書いてみましょう。今回ちょっと、仕事ではなく、山と川に触れるというタイトルですね。触れる、このペン本当いいですね。で、インクが多いですね。今回ですね、まあ、空気とまあ食事ですね。ちょっと蕎麦屋さんに、まあ、この季節、美味しくいただけるかなと思って今予定しています。空気はですね、まあ、山、そうですね、散歩とかも考えていますので、少しまあラフな服装ですねで行こうかなと思っています。まあ、気温がですね、この日はちょっと晴れなくて曇りなんですね。なので、まあ、山ですので、まあ、どこまで、ちょっとあれですけども、羽織るものがいるでしょうね。非常にこれは服装が重要になってきます。そうですね、もちろん中は T シャツ、そしてカーディガン、またはレザージャケット、これはどっちにするか非常に難しいところですね。そしてパンツはどうしようかな、まあデニムでいいですか。そして靴、これはまあ最近購入したナイキのブラックでいきましょうか。動きやすいですよね。そして、情景をですね、今回カメラで収めたいなと思っています。久々にツアイスイコンで、まあ、先を楽しむでお届けした通り、まあ、深呼吸、まあ、息を止めるということですね。息を止める声がこのカメラに接する分かなと思います。まあ、こうして、行く前に少しこうして、まあ、書くことも大事ですし、想像するっていうのも大事かなと思っています。そういう時にこういうカチッとしたペンがですね、非常に気持ちを高めてくれますね。で、まあ、情景、何か、そうですね、スケッチペンと、イタリアの
スケッチブック持っていこうかな。まあ、できるだけゆっくりしたいんですよね。あちこちどうしても行ってしまいがちですよね。そしてまあお蕎麦もですね、できるだけ、本当にゆっくりと味わう姿、時間をですね、楽しみたいですね。皆様こうして、書く姿、私はですね、まあ、人の書く姿を見るのが大好きで、まあこの書く文字もですね、まあ、影響されている方々はちょっと何人かいらっしゃいます。なのでそれをまあ真似事のように、書いていますね。もちろんこのペンを使った、使っていた、ボスの方の書き方も同じですね。山と川、本当に、自然豊かな中に身を置きたいということですね。そしてペンを少し休めて、あと美しくじっくりと読み返す時間ですね。本当に、山川、川、足、暑かったら足もつけたいものですね。そして食事のそば、おそばも楽しみです。この季節といえば本当に、すっきりとおそばで天ぷらと一緒に味わうのは最高ですよね。ワクワクしてきました。はい、今回は少しちょっと、状況を思い浮かべて、まあ、どう過ごすか、どう楽しむかというのをちょっと書き取りました。まあ、先を楽しむではテーマ性を設けましたけども、今回は、このペンでちょっと、その思いを、想像することによって、より、休みの日までの楽しみというのはまた高まるかなと思います。皆さんもですね、このまあ、お休みで何をするかっていうのをテーマ性を設けて、そしてそれまでに少しちょっと、思い起こすっていうのもいいかなと思います。この時間、まあ、こういうペンがあればですね、きちんとした、想像をかきたてて、そしてまた、気持ちも何か楽しくですね、一度それまでの、仕事の、スタイルも変わるかな。もしこの動画が楽しかったらチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画。